いやーダメかな。うわ、何人いるんだ。超いっぱいいますね。この超ハイプレッシャーですね。だから連れてるわけだよ。スモールだとここの川の下流側に沿って回遊をしてるらしいんですね。ふるさと公園っていうところからここまでの間の回遊らしいです。だいたいここからあの橋ぐらいまでのあのおかっぱいのところでたまにバスを見かける感じですね。マスのは 1,2 匹たまにスクールしてるの見かけるぐらい。船がこう溜まってます。あ、今日いない。ぐちゃ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 って。 あれは今ね、ここら辺にバスっぽいのが見えたんですけど、バスですか。あれ向こう奥に見えてたの。あ、見てなかった。いや、結構でかかったよ。こんぐらいあった。ちょっとやってみます。あれ、あ、そうですね、あれを私もそこら辺で見ましたね、バスっぽいのが。やっぱりバスだよ。あの今浮いてる、あ、今そこ真ん中にいるやつですよね。あ、見えなかった。いやここ1年通ってここから先を釣れたことないですかね。あれ大堀川で釣れたのがあそこで釣ったの1匹だけですから。そうなんです。フナは本当冬からずっといますね、ここ。フナ天国。なんでスモールがねここいるんでしょうね。大津川の方はあんまりスモールは効かないんですよ。一応テネカザ、まあ、全域にはいるらしいんですけど、一番釣られてるのがこの大堀川っぽい。小魚が寄ってる。小魚じゃないの。だからこの海魚がずーっと狙ってるのを見て見えないから、海岸だけがポイントじゃなくて、はい、こういうこういうカバーのここの、はい、ここって基本的に魚の通り道だから。はい、正吉の釣り日記です。今日はね、なんと視聴者さんにね、フォロワーさんか、家に迎えに来てもらって釣りに行くことになりました。今日ね、仕事がね5:1ぐらいで片付いたんでね、たまたまツイッターで仕事終わった、釣りに行きたい、でも車がねえってつぶやいたら、迎えに行きますよって言ってくれた方が藤井さんっていう方なんですけど、いましてですね、ね、甘えてお言葉に甘えてしまいまして、あの手賀沼でね釣りをしたことがまだないっていうことだったので、あの私の動画でよく映ってるこの場所ですね、この場所をちょっと案内しました。ここに来る前は大堀川のね、あの私が45センチ釣ったところなんですけどね、そこに行ったところですね、なんとあの場所に8人ぐらいいましたね。超人いた。どうでした、バスいました。何の当たりもない。やっぱもうダメなんですかね。みんな言ってるんですよ、この辺ここ水路ももう時期じゃないのかもしれないって。いや、どうだろうな、そうはないと思うんだよ。三重バスが全然いないですね。毎回必ずいるんですけどね、バスは見えない。河口も見てみます。河口、ここの河口があの結構魚がたまるポイントだったんです。行ってみます。偵察がてら、ここの一角がギルがめっちゃ釣れるんです。ここはで大きなバスが5月ぐらいはあのこの際についてましたね。なんか食った。何かいましたね。ナマズっぽいよ今の。これ食うか。色からして、デカさといい、太さといい。このブロックからまっすぐ、ちょうどまっすぐが、この水の中でまた水路があるんですよ。で、3メートル、ここは3メーターあって、で、ここが2メーターぐらいですね。2メーターあって、で、ちょっと上がって、1メーターぐらいになるというイメージ。あ、こんな形にドコンと落ちてて、縁に引っかかると、あの目がかかります。であとここの真ん中あたりにジャカゴなのか分かんないですけど、なんか多分金網かなんかが入ってて、で必ずそこで引っかかります。ここの真ん中、このこれ沿いに引いちゃうとアウト。そう、これ沿いに引いちゃうとアウトなんです。おかしいな。そう、
あと左側の手前のあたりにも何かがあってよく引っかかります。こっち側は比較的引っかかんない。これがリーダーズ。あ、排水。うわ、すげえ、エビが、すげえ、ここだ。うわ、すごいすごいすごい。チャンス。チャンスでしょ、エビ。すごかったですね、今のエビ。半端なかったね。超いっぱいいる。何これ。これを捕食しに来る時間帯があるんですよ。これもここに入れなかった方がいいよ、絶対に。あ、本当ですか。ここの水路だけ3メーター。そこは1あれですよ、50から1メーターぐらいです。これはあれリアリススピン。かかんね、引っかかりますよ。引っかかること前提でちょっとこのシートを投げてみようかなと。あ、本当ですか？こいつめっちゃ反応良くてちっちゃな魚まで釣れるんですよね。1時間な、うわ、すげえ、これか、エビ。はい、アメンボかと思ったら違うんだ。あー、当たりました。当たりましたね。当たりました。乗らなかった。ひったくり打たれたけど、なんで引っかかんなかったんだ。ここの線、はい、そうそう、斜めなんです、ここ。引いてくるとね、はい、なんかね、これにね、ちょこちょこちょこ当たんのよ。はい、こう、ちょっとこうなってて、こう下がってから、ドーン。あ、じゃあ、こうだったかな。だから、その1段目の段が、ここら辺かなっていう、はい、うん。確かそうでしたね。飛ばすぐらいいてもね、おかしくなさそうなんですけどね。みんな吸い込んでっちゃったのかな、これ。あの、こんにちは。すいません、組合です。はい、すいません、遊漁料お願いいたします。はい、もし黄色い方持てればパスできますけども。ない、あ、初めてなんです。手が出ます時初めてなんです。あ、そうすると、あの、ちょっと私義務なので説明だけちょっとだけさせてください。どうぞ。以前は持ってましたですね、はい、こうなんとなく分かる。覚えてます。はい、おいくらからでしょうか。どうする、マジか。手軽マスって全域なので、はい、端から端まで30キロぐらいあるので、あの、どこ行っても大丈夫です。で、あと大堀川とかでも一応、そうですね、あの、漁協は、あの、また別の漁協が管理はしてるんですけども、うん、やっぱり同じこと言われるので、あの、連発そこからです。すごい、千葉県の水産にも問い合わせたことがあって本当にこれ必要なんでしょうかって言って、そう、ここはいつから釣れますか、ブラックバスは。情報量も入ってるんですよ、これ。小バスが釣れ始めてるんです。あー、そうなんですね。それが、はい、あの、こういう平らになってる、当時は平らだった、はい、それが、あの、もう30年前の話なので、うん、それが劣化してこう剥がれかけたやつ、うん、すいません、じゃあ1年間よろしくお願いします。はい、お願いします。失礼いたします。左から、でかっ。